皆さんこんにちは、内蔵です。今日はですね、こちらじゃじゃん、日立の炊飯器を買いました。これが RZYG1010 というもので片落ちのモデルらしいんですよ。ちょっとオルタナチャンネルの方で、炊飯器を使った企画をやりたくて、で、まあ、僕の家にもその炊飯器ってずっと買ってなくて、なのでこの際、買おうと思って電気屋行ったんですよ。でそしたら片落ちのこのモデルが結構安くなってますよって店員さんにお勧めされて、でこれを買いました。だいたいポイント引いて2万円くらいでしたね。新しいモデルが出て、それは多分4万円くらいするらしいんですけど、一つ下のやつだと半額くらいですよ。でこれは、もっちりってよりも結構なんていうの、粒が、シャキシャキみたいな感じで炊けるらしいんですよ。象印はもっちり、日立はシャキシャキだし、僕的にはシャキシャキの方が好きなんですよ。なんか統計的には日本人はもっちりの方が好きらしいんですけど、僕的にはちょっとシャキッとしたやつが好きで、シャキッとしたやつは汁物とかに合いますね。カレーとかに合うような。で僕はこっちのいろいろな条件があったんで、これを買いました。早速開けてみたいと思います。そう、ご飯さえ炊ければお腹はね、膨れるもんね。あと梅干しとチャンジャとかあれば。自分自身で炊飯器を買うのは初めてかもしれない。せーの、おいしょ。こちらです。おーっとっとっと、これが新しい炊飯器。開けてみましょう。パッカリ、ここに何だっけな、教えてもらったんだけど、ここを外すとボールが入ってるらしいんだよ、中に。でそれが圧力をかけられてご飯が美味しく炊けると思います。それでは早速炊いてみたいと思います。初めての。さあ炊いていきます。買ったのこれ、北海道産七つ星。名前がいいよね、七つ星。長めで7つ星。さあこれを切って、はい、無洗米だからいきます。いいね、2合ぐらい炊くか。お水を入れます。うん、いいね。はい、2合、これで入れました。さあそれでは蓋を閉めて、最初切りで追放できた。だいたい30分ほどで炊けるということですね。さあご飯が炊けました。いきますぜ、せーの、おいしょ。おひょ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 、いいじゃないですか、しっかり炊けてる。ちょっと、あ、確かにね、なんかちょっと固めって感じがするね。シャッキリっていうのが分かるかもしれない、うん、ほう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 。これでかき混ぜていいかもしれない。それでは早速食べてみましょう。はい、こちらが炊きたてのご飯でございます。これを見て、チャンジャキムチでいただきます。私チャンジャが大好きなんですね。チャンジャをこよなく愛する男ですから、これがご飯と合うわけだ。さあそれだ、なんか心なしか光ってる気がする、米粒が。いただきます。まずはご飯だけですか。うん、予想以上にシャキシャキだわ。本当にもう一つ一つのお米がね、もう離れてる感じで、芯が残るまではいかないけど、やっぱりちょっと硬い感じがあって、僕的には、うん、好きな炊き方だけど、もう少し柔らかい方が食べやすいかな。お米の味の違いについては正直よく分かんない。ただ美味しい、美味しい、うん、もう本当にこの白ご飯とチャンジャがあれば、うん、一食十分って感じ。多分俺10万の炊飯器買っても違いとか分かんないと思うんだけど、僕の差だったらこれで十分十分ご飯が進む。一回食べてみない、10万のご飯ってどんな感じなのか。ああ
ゆりはご飯じゃしないと、もう何もいけんね。いいわ、塩ご飯とおかずだけ、こういうさ、ご飯に合うやつを冷蔵庫に入れとけば、今までさ、ほんと、ちょっとお腹空いた時とか、もう、わざとコンビニ行ったりとか、出前取ったりとかしてたけど、このご飯さえあれば、そういうのがいらなくなるね。白飯は偉大だね。他にも4万円とか5万円の炊飯器もあって、どっちも勧められたんですけど、僕的にはこの2万円の2つの炊飯器で十分舌は喜んでます。どうかね、あとはいろんな炊き方を試してみて、どれが自分になるのかを研究していきたいなと思います。ということで、ありがとうございました。バイバイ。